種類違うの何なんだろうね。多分気を利かせてくれたんじゃない。いただきます。ここはカフェです。なんか勝手に撮っていいらしい。あ、そうなんだ。てかさ、平気、私の顔、うん、顔は6時間のフライトを終えてもうすっぴんでボロボロなんで、ちょっとイエーイ、わーイ、バグナピー、 VIP って書いてある。乗ります。いや、サーディカー、初めてのトゥクトゥクで、トゥクトゥクで思ったよりちょっと早かったね。思ったより早い。あそこが一番可愛いです。めっちゃ可愛い。なんだここは。リクシャンフォーミーニューベ、美味しいんだけど、普通に味も、うん、美味しい、うん、ナビちゃんのお口が、ナビちゃん、マイドーク、シビラ、シビラ、シビラ、ナビごめんね、ナビごめんね、有名なんてタイファッション、マスト、タイファッション、アペに選んでもらいます、派手、嘘でしょ、ちょっとここ嫌だかも、ここもここいいよね、キュテが選んでくれて、なんかレッドブルガールになりました。お揃いの服、謎のコンビになりました。え、これちょっとこれでバッチリ今から歩くんだよ。やばいよねこれ。27歳独身アラサー女、結構やばい。キュテのおすすめのマッサージ屋さんに行きました、この服で。I can go but let's see instead。 なんだこれは。タイはこういう感じなのね。サーディンかヘッドマッサージはこの体勢らしい。膝枕、みーちゃんグッドすぎない、はい、だってうますぎて、ね、あ、オッケー、あ、移動すんだ。マジでうますぎてやばい。え、やばいよね、世界一じゃない。世界一やばい。この変な帽子をかぶって、蜂蜜のなんだっけ、スクラブをやってもらうんです。これも全部脱いちゃうんで、ちょっと映せないんですけど、行ってきます。どうでした？やばくない？はい。超ツルツルになった。うちらこんなピカピカになってどこ行くの今日？どうなんのこれ？よくわかんない。なんかすごい塗られてる今。マッサージ、なんか蜂蜜じゃなくてゴマっぽくなかった？え、多分だからココナッツの皮とかが入ってんで、多分わかんないけど、多分そういう何かが入ってて、髪が洗いたい。Oh, actually, it's very, very clean. Very not clean, な、not clean. Not clean. Not clean 言われてますよ。工作が崩壊了。おにゃ。公開処刑に当てる。めっちゃ似てる。나와메하이파고。やだ、私がどういう意味です。おめでとう。オッケー。じゃあどうやってこれに入るの？美容室ってこんなやつなんだ。多分アフコで調合してます、うちらのシャンプー代を。そのためのチェックだった。ね。初めて見たこんなの。ね。できます。頑張るね。頑張って、南さん。頑張って。髪を洗います。めっちゃスイスする匂い。洗いました。なんか街並みが普通に可愛くて。
What do you guys wanna eat? 何食べたい？何食べる？何食べる？何がいいかな？ I don't know. You wanna see? You wanna see? Let's see. 見ようか、じゃあ。ぜひ、見て。うわぁ！いい匂いする。食べるね。いただきます。めっちゃ美味しい。美味しい。キュテがお金、タイのお金くれた。これ何がいくらかわかんないね。タイバーツだよね。500バーツ 4×4 じゃない？そんな大金？本当に？そうかな、そうかも。これ2000円、これが400円。怖いね。日本のお金しか持ってなかったからカード使えないよって。当たり前だよね。1円も持ってきてないから。何これ、可愛くない？見て見て、可愛い。怖いからしまうね。一番のお目当て行きますか？行きましょう。これあった。これ食べてるの見てめっちゃ美味しそうで食べたかった。これバナナチョコレート。わあ、宿舎にもらったお金を70払います。イエーイ。一緒に食べよう。食べよう。おお、そういうやつね。あ、そういうやつか。中に入ってるんだ。うまいかもこれ。どんな？食べる？はい。え？うまくないな？うまこれ。選んだ。おお。銀杏みたい。確かに。スーパー。なんか半分しかないたこ焼き。待って、これジス？ちょっと待って、芋すぎんジス見て、ちょっと取って。めっちゃめっちゃ芋だったよね。いつ？うちらも希望捨てないでいけるね。うわー、美味しそう。なんだこれ？こ焼き？の仕分け作業。大行列のたこ焼き？たこ焼き？たこ焼きみたいなの。まあ行ってみますか。お願いします。え？待って、舐めてんの？え？めっちゃ舐めてた、これを。うまいの。違うの。うまい。なにこれ。全然伝わんない。え？全然伝わんない。見てここ見て、透明。生ってこと？わからない、なんかトゥーンみたいな。45階まで。お、一気に着いた。やばいよ。45階のタイのルーフトップバーに来たよ。めっちゃ綺麗だよ後ろ。めっちゃ怖い、私後ろ見れない。見て、だってここ空いてるもん。めっちゃ綺麗。ここが空いてるから怖い。うわ、ここ